今日いよいよよ自民党の総裁が決まりまりすねそうすると総理になってそして衆議院解散総選挙ということになりますねそれは誰が3人のうち誰かがなるかによっては解散の時期は多少ずれ込みにしても秋以降必ずこの解散があるだろうとこういう中でですよ誰がなるのかはもちろんですけど総裁が決まっちまう前にどうしても主に2点言いたいことがあるまず1点目からいかしてもらいますけども。 なんだこのちゃんちゃらおかしい感じはこの9人のお祭りやと思うことがあるんですよ。それは自民党が生まれ変わろうとしてるわけですね。生まれ変わって誰になろうとも新しい総裁、総理を担いで、そして国民の信を問う選挙だっていう流れですよね。生まれ変われんのかなと思う点は、まず派閥ですよ。これおかしくないですかこれは麻生派。 50人を要していて、その麻生派は解散してないけど、表向き岸田派だって、旧安倍派だって何だって、解散の受け目にあってんですよね。だからこそ一派閥から二人出るなんていう乱立戦だっていうふうにマスコミも伝えるし、そうだって政治家も戦ってんだってやってるわけですよね。全然戦ってないですよね。討論会じゃなくて座談会やってますよね。横並びで9人並んでね。もうそれを今更有うはそのことはないんだけど、さらに言わせてもらうと、 派閥生きてんですよ。メディアが伝えてくることだって、それ前提になってるじゃないですか。だってもう一回言いますよ。もう一回。<laughs> 麻生派の50人しか派閥いないんですよ。いるじゃないですか。岸田さんだって、これが例えば、石破さんと小泉さんの決戦投票になったら、どっちを支持するかっていうふうに岸田が動くっていうふうに、そういう記事に接したり、ニュースに接したらどうですか これまだ岸田派っていうのは水面に潜って、地下に潜って、まだ一つの結束、緩やかな半透明な派閥があるっていうことで、今後どういうふうに自分たちが発言権や権力の一部一角に座るかってことを睨んでの総裁選の協力があるっていうことじゃないですか。それから麻生さんをめぐってだって言われてますよね。このところ言われてるのは、小泉慎次郎さんが麻生さんに頭を下げに行ったと。 なんとか総裁になるために協力を仰ぎたいとか言った。それは当然散々言われてることだけど、小泉慎次郎の後ろには、バックには、あの菅さんがいると。おいで、菅さんと麻生さんは全然良くない状態。それでも挨拶に慎次郎が行ったってことは、 麻生,派が麻生さんじゃなくて麻生派側からのリークで頭下げに来たぞっつって何なんだ政治改革を歌って派閥なんかなくなったんだっつってる若獅子がどうしたんだいってい麻生派からリークされたとか言われてますね。これはどううするんんんだろうってもし石破ささと小泉さんの 決戦投票ってことになったら、石破さんはかつて麻生政権だった時に辞職勧告を突きつけるなんて自民党内であったりしたから、もう許せない石破さんはと思ってる麻生さんだって言われることを信じるんであれば、当然麻生さんはじめとして、 この麻生派のグループの多くが、ばらけるにしても実施投票なんて一回目言ってるけど、ばらけるにしたら決選投票だったら小泉さんの方が行くんじゃないのだけどどうした小泉おいどうしたみたいな感じでスッと言われて、これリークされた結果、派閥の麻生派対、無派閥という派閥の牽制を誇っている菅さんグループ、これのがどれだけ票を ど、誰かにあげるかっていうことで決まるって、相変わらず派閥間競争じゃないですか。馬鹿みたいだと思わないですかこれね、総裁選というよりは、俺から言わせたらね、町内会のね、会長を決める選挙なのかと。あれは村長を決めるね、村長選なのかと。だって誰がバックにつく誰が応援で何十人か貸すみたいな話で、結果、麻生派中心に、 もう一回言いますよ。麻生派対無派閥菅グループの戦いですか。いや、それだけじゃないっていのもありますよ。このところの新聞なんか読んでると。これは捨て置けないって。このあたりをよくマークしなきゃって、朝日新聞も当然書いてましたけど、あの自民党を裏金問題でやめてみせている、世耕さんの参議院のグループですよ。これ結構いるんですよ。政府会っての表向き解散みたいなことになってたと、確か思ってますけども、旧安倍派ですよね。 政和会ですよね。それから参議院の安倍派中心とした世耕さんのグリップが効くグループは、確かね、年始めの段階で38人だか、いたとか言われて、一部減ってるとしても30人以上いるはずなんですよ。表に政風会がないっつったって。ね、清らかな風の会は一旦裏金でやめたのかもしれないけど、政風会。このグループは効いてるんですよ。 これはどうしよう意味つっ,ったら変だけども、衆議院はすぐ解散して選挙で勝たないと、落ちちゃったらただの人になっちゃうっていうことで、一生懸命若い、小泉進次郎を押すとか、コバホークを押すとかいろんな流れはあったかもしれないけども、これは参議院議員の見てる夢はまた違いますよね。当然、あと1年後ってことになるんで、それも半数ですからね。これ6年ということになって解散なんかないわけですから、参議院。そしたら参議院は参議院の重くがあったときに、誰が総理総裁になったら一番、 来年の選挙で戦うんだ半分。その場合誰がなった方が有利に行くんだ自民党にってことを考えてるわけだから、衆議院とは多少のズレもあるわけだ。だからキャスティングボートを握ってると言ったら言い過ぎかもしれないけど、意外に鍵を握ってるのは、やめてめした、世耕さんの影響力がある旧政府会の人たちだのなんとのも言われてる始末なの結果派閥じゃねえかって話ですよね。これをくだらないという冷ややかな目線で見とかなきゃ、 もうこの後決まりますけど、いけないんじゃないかってのは言って、さあ今度二つ目に入りますけど、おいお前いろいろ脳書き言ってるけど、一体誰になると思うって話なんだよ。神様じゃないから誰になるかわか,かりません。ただ誰になったらいいし、誰になったら困るなっていうのはちょっと聞いてもらいたいんですよ。まず高市さんという存在。大変なもんですね。これは星が支えてるってのは言うまでもありませんけども、今ぐいぐい来てますよ。これ、来てるんですけども、俺は高市さん、 なったら、この面はいいなっていうのは、私は思想的に全然違う考えだから、全然押したいとは思わないけど、これになったら高市さんマシじゃんって、失礼な言い方だけど思うのは、これ財務省と戦う姿勢をかろうじて見せてるっていうことですよ。これはね、こんなに苦しい世の中になっていて、中小企業だってどんどん潰れていく、物価高である、いろんな経済模様を抱えている中でですね、国民だけがインボイスを押し付けられてですよ。 消費税も10%取られてですよ。大変なことになって、マイナ保険証でとどめ刺されて、不手際がいっぱいになっても知らん顔っていう流れの中でですよ。林吉正さんだって、このマイナ保険証の、この紙、カードの保険証の方も延期を考える。言うんだったら官房長官なんだからもっと前に頑張っててよってのいっぱいあるじゃないですか、林さんに限らず。そういう中で、高市さん。 要は小泉慎二郎さんか、高市早苗さんか、石破さんか、この3人のうち1人ってことはもう見えてますから、それで高市さんが総裁、総理になったらどうって考えたときに、うん、私は、これアベノミクスを賛同してるわけじゃないけど、アメゾミクスってのははっきり言って、高罪がありました。下の方にトリクルダウンで落ちてこなかったですからね。株価も上がって良かった面があります。民主党政権はよかった点あります。 でもこの金融のバズーカ法、ジャブジャブ政策を含めて、3本のやつったとき、本はやったんですよ、金融ジャブジャブも含めてね。だけど、3本目のもっと活性化するってことはできなくて、あれだけ戦ってみせた安倍さんも、財務省には折れる形で消費税を上げてきましたよね。結果的には延期したけども、あの解散があってから上げた。 だから、三本の矢にってなかっ,ってなかったんだ、安倍のミクスはって思って、相変わらず賛成なんかしてないけども、高橋さんはそれを引き継いでますから、ある意味増税路線とかそういうことは絶対やらないっていうことを、岸鮮明に言ってるっていう点は、私は評価できると思ってますよ。しかし、だからといって高橋さんは押せないんですよ。本当に総理になったら、安くに参拝するんですかと あのタカ派だった安倍さんだって保守のグループをしっかりした際に日本会議とか何なら統一教会も含めてやっていたって玉串寮で奉納という形はやったとしても玉串を奉納したとしてもいかなかったじゃないですか。これはテクニカルな話ですよ。靖国の存在がどうだあの戦争をどう振り返るんだっていう深い問題はありますけれどもあそこで祀られている人たちはって話は言えば長くなりますし深いですけども。 政治家としてのテクニカルなもんですよ。国際的なグローバル政治で動いてるんですから、政治も経済も肝心のね。それで言ったら言ったらですね、中国が怒ってみせるってことを月並みに言いたいんじゃないんですよ。安くに言ったら。高橋さん、本当に行くんですかもし、総裁になって総理になったらって、もう一回言っておきたいのは、アメリカですよ。アメリカ中心にドル気づきで動いてるでしょ言い悪い別として、日本だってアメリカの影響下にあって動いてるわけでしょ アメリカが怒りますよ。言ったら。なんで、えあ中国じゃなくてアメリカ、お前何言ってんのっていう人聞いてくださいよ。アメリカこそが大国だから、中国もそうだけど、三枚舌4四枚舌外交ですよ。中国が三枚字だっていうのは、アメリカは四枚舌外交ですよ。いろんな面見りゃわかるじゃないですか。そういう意味では、じゃあ一つ言いましょう。アメリカ、最大の貿易国は中国じゃないですか。で、ね、トランプが、秋口に、いよいよ、 大統領になっちまったら関税立てて、中国でも日本の製品でも関税立てて、自国のポピュリズムで製品を守るんだって言ってますよ。大変なことになるでしょう。カマラ・ハリスが大統領になったところで、中国とは揉めますわ。対立続いっぱいありますわ。台湾海峡を挟んでね。ところはそれも分かっていろいろ駆け引きやってるっていう中で、少なくともどっちが大統領になろうがですよ。 結果最大の貿易国、アメリカにとって中国なんですよ。経済ではうまくやんなくやって本音が見え隠れしてる。日本だってそうじゃないですか。中国とこれだけある種の緊張状態っていうものがあって、ICBM を太平洋に打ち込んでとんでもない中国と思ったって、ねえ、昨日の動きでそういうのもあったってですよ。所詮、所詮日本だって中国ですよ。貿易やってんのは一番。そういう流れで言ったらですね、アメリカも送り出す。 そして中国も何をか言わんやっていうので、これはきついなって正直思うところですよ。ね。それから石破さんです。これね、石破さんもね、初め勢いが良かったんですよ。俺の本音中の本音で言ったら、消去法で言ったら石破さんになってくれたら一番無難かなという、非常に消極的で石破さんにとっても面白くない言い方しますけどね。初め、政治とかね、あの裏金問題に関して、 これは有権者に向けてやることでしょうよ。このまんまおやまでいいのかっていうことを始め、出るぞって言った時ははっきり言いましたよ。そして、え本当に裏金議員を全部要職につけないのか全部そうやってボイコットするのかってなった時、一夜にして撤回しましたよね。そういうことがいいことなのかどうかってぐわっとトーンダウンした。おいおいと思ったけども一番無難ですよ。石破さんがね。 保守、その多家的な部分を抑えて、まるで立憲民主党かと思うようなリベラル発言の嵐ですよ。俺はそういう意味じゃ石破さん無難だな、いいな、と思ったりするんだけど、解散総選挙になってですよ。石破さんで党員党友票に人気があっても、本当に自民党過半数取って、安定した公明党と組んだまんまの与党のまんまでいられますかと。 新しく生まれな、変わんなきゃいけないときに石破さんという表紙でいいんですかっていう問題点も見えてますよね。さあそこでもう一人だ。もう一人小泉慎次郎。もちろん街頭インタビューなんかの集積で言うと絶対総理になってほしくない人ナンバーワンみたいに喫緊ではなってますけどもですよ。ね、あれだけ馬鹿げた発言ばっかりしてて評判、ガタ落ち、河野太郎さんもガタ落ち、 小泉進次郎もなんて言われてますけれどもいろいろ決選投票でさっき言った派閥対無派閥という派閥官同士の最後は決めてたみたいなこんなおちゃらけたような茶番の総裁選の中でもしかしたらですよ石破さんこれは衆さんの方で議員票の決選投票で人気ないから小泉進次郎が総理なんてことだってありうるわけですよね。 こうなったときに、それははしゃいで、すぐ解散して、選挙で、新しい若い顔になって、勝てるかな、自民党ってなったときに、調子に乗って政治改革つって、あれはすぐ首、首切れるように、そうじゃないっていうのは、百無承知であえて言いますけど、規制、ね、雇用規制の緩和つってのは、要はそういうことですから、もちろん正規と非正規の竿で、同一賃金、同一労働で、それをやるための、 この雇用規制の緩和だとはいくら言ったってすぐ首切れるようにするっていうニュアンスがもう残っちゃってるんですよ。で30年前から言われてお父さんの代からやりまくって郊外、光と影が両方並存してると言われている構造改革だとかいろいろ言って政治改革つってんですよ。これを本当に首切れるようにするって方向で進んじゃうなんてことやったら政治改革って言ってフリップボード出してる小水信じ郎おかしいぞ。 政治改革じゃなくて社会改革やるっつってんのかあんたはって話じゃないですか。そこでだ、マスコミ。マスコミが小泉慎二郎がなったっていうことではしゃぐしかないみたいなことになって、やれ選挙だ。自民党は生まれ変わるのかなんてやったら今みたいに図に乗った小泉慎二郎が本音でいろんな政治改革をやって刷新するんだ。お父さんの代で成し得なかった自民党をぶっ壊す。これをもう一回息子の代でやるんだなんて言って、マスコミが小泉慎二郎総理、 祭りなんてことをやった日にはですね、アメリカも喜ぶでしょう。う小泉慎次郎だったら漁師やすいから。とんでもない日本になりますよ、これ。それでサンドバッグで小泉慎次郎を叩かれて、第1位に安倍政権が2007年壊れたように、ね、その後。 また違う話になったように、小泉進次郎はまた若いから次があるんだから、まずはサンドバッグ状態で1年間やって、そして参院選でつないでとずたぼろになってなんて言うけど、本当に来年の参院選まで見据えたら、小泉進次郎が1年やるだけで、自民党大丈夫かよおいどうしたって。話になるでしょ中が本当に空洞化してる男がなったらと、俺は思いますね。 だから誰がなっても辛いっちゃ辛いんだけど、じゃあ3人のうち絶対誰かがなるんだから間もなく。誰がなるかというより、これだけは気をつけなきゃいけないな。我々考えておかなきゃいけないなと思うことはですね、我々の生活のお金の問題ですよ。いろんな外交が大事だ、当たり前。国家安全保障大事だ、当たり前。いっ あありますすよ憲法改正どうするそうじゃなくてですよ。まず喫緊の課題は生活じゃないですか。岸田政権になって所得倍増つったんですよ。それが倍増なんかできるわけねえだろつってるうちに、それが新任者。ねこれ投資へって向かったんですよ。新任者だって危なっかしくて。 それで所得が倍増するわけないっていうことをまざまざ見てきて、岸田政権になって、これだけ経って、ずっと実質賃金は下がりっぱなし、つい最近一回だけ上がったって事情があるだけで、実質賃金ずっと下がってんじゃないですか、物価高になって。この苦しさですよね。これ日本はまだまだ豊かですよ。豊かな残止がありますよ。インバウンド来たって、物は美味しいし安いし、喜びますよね。街が綺麗ですよね。 本当に海外行った時に比べて、東京も綺麗だったりする。郊外出たって田舎行ったって綺麗で風光明媚だったりする。いい国豊かだから、まだ誰がなってもいいかなって政治に無関心っていうのもわからないでもないけど、これ3人のうちが誰がなったって、日本そうは続かないですからね。真剣に考えておかなきゃいけないって言った時に、可処分所得を増やす。実質賃金を必ずや上げるんだ。 財務省と戦おうが何しようが、日銀に国債すって、金吸って、診察吸って、どんどん市中に金をマネタリーベース、マネーベース出そうが、とにかく過少分所得を上げるっつってる奴が3人の中でいないんですよ。そこが一番じゃないですか。それでようやくね、9人をもう一回9分割の人間もあんだら、見渡してみたら、全く悪いけど、放末になっちゃって、絶対、総裁になるわけない。 人一人いましたよ、言ってんのは。所得倍増って、加藤さん言ってんですよ。俺、加藤さんいいじゃないって。モテギアうんぬんって反発か。所得倍増なんて根拠のないこと言ってんですよ、冒頭に書いて。本当に倍増させられるんだったら、加藤さんが総裁で総理になった方がいいですよね。そういうふうに思いませんか 過処分所得で我々の賃金が上がって牛丼が安くてインバンドや我々が喜んでないんでアルバイトの牛丼の人も首切られる切られないじゃなくて首が繋がってバーンと時給計算も倍ぐらいに上がってくれるから我々は活気づくんじゃないですか ?3 人の中ではそれを言ってる人がいないんですよ。でしょもう一人いましたよ。同じように期待が持てること言って。 林義松さん。格差を是正するとはっきり奇跡明に言ってますよ。ボードにも書いて。そして稼ぐ力をいやます。稼ぐ力をガーッと上げるって言ってますよ。それこそが可処分所得を上げるってことですからね。そんな具体的な施策案だったらぜひ期待したいもんですね。私はもうあとギリギリで3人のうち誰かが総裁になるって分かって往生気は悪いから、加藤さんか林さんを今更ながら 応援してる次第ですけどね、誰がなるんですか。私とね、花園大学の関学佐々木静香先生で。人生後半、そろそろ仏教に触れようという本を出しました。私古舘がずっと喋る仕事をやってたのは、九割九分、準備がすべてなんです。 伝えるための準備学」という本を出しました。